あ、どうもいらっしゃいませ。こんにちは。いらっしゃいませ。いつものください。はい。ありがとう。いや、見た、あの映画。どれですか？マッドマックス。あ、見ましたよ僕は。俺は見てないんやけどな。どうでした？あれはね、僕はめっちゃ好きでしたね。うん、もう最初から最後までずっとテンション落ちないんで、うん、あれはすごいですよ。あ、そう。なんでいつになくそんなテンション低いんですか？いや、ちょっとだって今日はさ、こういう服装で来たんだからさ。ああ、ほんまですね。なんかちょっと聞いてくれない？そうですね、珍しい格好なさってますけど。いいでしょう。これちょっとね、はい、あの作業着の一丁ら今日ちょっと下ろしたてなんで、そのまま来ました。なるほど。仕事着、うん、ああ、なるほど。下ろしたてやね。仕事着、そういうその格好でやってらっしゃるんですか？そうです、そうです。これでもいつも磨いてますから。あ、なるほどなるほど、うん、下ろしたてなんです。マッドマックスどうやった？マッドマックスね、うん、まあ、もうとにかくアクションがかっこよくて、うんうん、あと車の造形がめっちゃかっこいいです。この前東京行ってきてさ、はい、あの新宿で、あの映画とか見たんですけどね、うん、はい、あのドキュメンタリーでね、はい、豊村なんとかさんっていう人間国宝の人なんだけど、はい、すっごい面白かったですよ。お、うん、その後友達 と、はい、飲んだんですけどね。マッドマックスどうでした？え、なんで今ループしたんですか？マッドマックスどうでした？マッドマックス素晴らしかったですよ、うん、っていうかあの監督もう70何歳でしたっけ？あ、え、ワンと同じ監督なの？同じ監督です、この監督。もうとてもね、70過ぎの方が撮ったとは思えないですね、あのエネルギッシュなテンション高い感じ。下北で芝居を見てきたんですよ。え、今日は何ですか？そういう日なんですか？どうぞどうぞ。下北で芝居を見てきて、はい、で、いや、あのちょっとね、あの、はい、友達がやってるよっていうんで、はいはい、面白かったですね。マッドマックスどうでした？どうも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 。あ、いらっしゃいませ。まあまあ三角田さんに困ったんで、 ありがとうございます。あ、本当。三角田さん何今日 おかしな格好してるやん。一丁らなんですよ。どういうこと？作業着、作業着。あ、磨く時の方、営業じゃなくて。そうそうそう。え、こんなん着てやってはるんや。すごいでしょ。今日おろしたてなんですよ。マッドマックスどうでした？マッドマックス？うん。マッドマックス？マッドマックス。マッドマックス映画のめっちゃ面白いらしいじゃないですか。え、そうそう、めっちゃ面白いらしいよ。どうでしょう、誰か見た？見たん？この前下北に行ってたんですよ。下北でマッドマックス、うん、見てない、見てない、見て、僕も見てないんです。だから見に行きたくて。え、見に来た、見に来た。あ、どうもどうもありがとうございます。じゃあ乾杯。え、マスター見たの？僕は見ました。どうやった？いや、いいですよ。もうね、最初から最後までもう全然だれないんで。あの話って何やったっけ？車ごっつい改造してるお兄ちゃんたちがわーみたいなやつやんな。そうですね、まあ全然わかんないよ。車ごっつ改造してるモヒカンのお兄ちゃんたちがわーいう映画じゃん。北斗の拳みたいなもんでしょ。逆に北斗の拳が影響受けたんだよね。を元に作られてる。ああ、そういうことか。はい、なるほど。だからまあまああれを想像していただくと間違いはない。なんかを取り合う感じ。ユリア、そうですね、今回ユリアを。アロハ、アロハ。あ、いらっしゃいませ。アロハ。いやー、もうね、うん、旅行帰り。何やんな、もう。ごめんごめんごめん、旅行帰り。カティダちゃんの。何よ。まずはお土産カティダ。ありがとうございます。何よ。いやー、もうね、何よ、最高の週末。何よ、ちゃんとね、どっか行ってたの？いやね、海越えて。海越えて。海越えて。愛媛。近いな、そこそこ。海越えてんねん。ベリー。ベリー。ベリー。何アロハ言うとったやん、さっきは。違う、海越えたらそんな気分になるやんか。すごいやん、これ。みかんゴーレットやって。美味しそう。食べられるのじゃん。食べたい、食べたい。なんか電話かかってきた、ごめん。何やねん。いいか。え、マジかよ。うちのみかんゴーフレットはどこ行ってんの？みかんゴーフレット。はい、じゃあ乾杯しましょう、乾杯しましょう。乾杯。いやいやいや、家見てたん？ちょっとあの、はい、マスターも一緒に食べて、食べて。あ、当てていいの？じゃあもうちょっとつまんでいこうや。それさ、あの、多分な、あんたらおるやろな思ってお土産をね。うわ、うん、買ってきてくれたの？サルキューだ。テンション上がる。え、何これ、どういう、超いい
よ。マスターよ。え、あ、一人前ってこと？すげー。そうそうそうこれな。もうこのパックの中にだしとかも全部入ってる。名前やん。これちゃんとあのお持ち帰りの袋になる。ああ、ありがとうございます。キンキングやん。こんな売ってんの？さぬき黄金うどん。そう研究会。研究会。いやー、そういうお土産があんねんな。すごいね、これでも便利よね。坂本龍馬って書いてあるけど、ちょっと違うんじゃないの？え、愛媛やろ？高知でしょ、あの人。なんか、もう島で仲良くない。あー、一くくりない。四国一くくりない。これ開けていいの？開け食べようだ。いやー、やっぱりね、こう、仕事離れて旅行っていいね。いやもう明らかになってテンションが違うもんね。あ、そう、あ、そう、今ここで俺らせっかくマッドマックス、そうやね、マッドマックス出てそうやん。ルックスマックスっぽいやん。ちょっと待って、どういうこと？どういうこと？マッドマックスおかしい話やんか今日。いやいや、マジで、え、それティナターンなんて古いもう。マッドマックスってティナターンなんやないよこんなもん。おさっくりくれないだけやんかもう。ティナターンなんや。ちょっと海越えるからな、うん、海やからちょっとテンション上げてパーマ当てた、うん、当てちゃう、当たりすぎた。そのためにその音が出ないですか。旅行前にパーマ当てて旅行に。そうそう、うわ、ダッサー。なんで指さすな、指あるやん。マスターもあれやんな、こうあの海外行く時とかさ。海外言うたって日本やんか。海越えてんねん。だから大阪が離れてんやろ、どうせ。まあ、離れてはないけど、うわ、美味しそうよ、これ食べよう食べよう。食べて食べて、いただきます。いやー、オレンジのね。え、どうやったん、愛媛は。いやー、もうね、もう毎日こう、平日ね、月金で会社ばっかり行っとった。あかん、あかんの。もうね、あかんの。ちゃんと金曜日まで仕事をかっちりして、はいはいはい、夜から出発ですよ。これそれで行ったん。せやで、このなんか達成感わかる。え、ちょっと早退とかちゃうね。ちゃんと6時退勤してからの夜ね、神戸港が11時発掘、はい、春で船でね、船で行ったのよ。ああ、早朝に着くやつや。そう、6時10分にね。こんなかかんの？かかんねえ。え、どうやから、かかんねえ。あんたもどうせ大阪でね、京都でね。なんでそんな大阪京都で。いやもうなんかね、海越えると違うよ。世界がね、広がるよ。もうそこそこ暗い時に着くやつでしょ。そう、6時10分に着いて、ね、送迎バスで、あの最寄りのね、だから新居浜港着いたから、新居浜駅まで無料バスがあって、うん、うわすごいね、サービス満点よ。 JR、うん、西日本乗って、ターナはいいねん、もうターナはいいねん。ちょっと盛り上がってんから、気分が高揚してな。そう、ほんでから、ちょ、あんた聞いてる？この旅自慢。もうターナーが、で気分が高揚したとか、あ、すごいなと思う。それもうターナーやんか。ターナーやな。マッドマックスね。マッドマックス。どっちかにしようや、もう。これがマッドマックスなんや。え、ちょっと待って、どういうこと？え、ターナーとマッドマックスは一緒なんで。一緒。おかしいやん。ターナー出とったからね、マッドマックス。どっか。バーの方ね。悪役でな。これ悪役なんしかも。笑ってるやろ。笑いすぎやろ。あんなスーパースターを悪役で使うマッドマックスってすごくない？だからまだスーパースターってなかったもん。スーパースターやん。せやから覚えてんじゃん、ティナターナーって。いや、あの後売れたんちゃいますの？違うよ。だって主役あの子。メルギブソンやろ。そうや。あれで、あの子あれで売れ出したやんね。メルはそうやん。メルはそう。それを。ティナ・ターナーが出たやつはマッドマックスの確か3です。ああ、じゃあそれは違うか。じゃあちょっと待って、みんなしれっとうちの四国の話は流されてる。いやでも今主役やで、あなたターナーやもんだって。この話でいや、なんかうまい具合になんかマッドマックスの方にスライドされてるから、ちょっと自慢したかったのに。それも現地まで着くまでになんかマッドマックスに行ってるから。それもこの二人は見てないからな。マッドマックス見てないんかな。想像やん。で、なんなんよ、JR の新居浜駅まで連れてってくれるわな。そう、ほんでな、あの、しまなみ海道って知ってる？まあいいですね、しまなみ海道。知ってる、マスター。しまなみ海道ってな、四国から本州まで、こう、島がいっぱいあるね。で、それを全部、こう、サイクリングロードがあんねんけど、あ、海の上を、こう、橋がかかってる。そうだからもう、チャリでね、もうあの、冒険心くすぐる感じで、こう。え、ほんな海の上をチャリで走れるってこと？
まあ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 そうやけどね、それそうやねん、せやねん、ほんでな、ママチャリで行って、おー、ママチャリやで。え、それは途中で借りれるってこと？借りれん、借りれん、レンタサイクル。そうそう、出発地点が今治の四国の愛媛の橋のとこでな、でそこから島越えていくねん、うん、であの最初が大島っていう島 で、うんうんうん、で次が博多の塩という博多島のとこ。ああ、その博多の塩はそこなん？そこや、ここや、ここや。今つけどちょっとだけマッドマックスっぽかったね。うん、なんだ自分が油断したらそっちに行こうとしてる。自分がやったよ。この紅葉はどこに行くねん。ちょっとだロック歌がロックロール、ロックロール、いやいや、博多ブライアンと一緒に歌っとった。そう、あれの距離知ってる？今治から、うん、チャリで博多行って戻ってきてん、うん、今治、大島、うん、博多島、ほんで戻ってきて大島、うん、今治やって、なるほど、で全部で50キロぐらいあって、あーすごい、そのチャリで行ってくる、これは高揚するやろ、へー、それはなかなかですね。ちょっとね、1日で行ったん？1日どころちゃうよ、朝から行って夕方やって帰ってきた。あれやろ、自転車の前になんかこんな角とかつけたりして違うの絶対そっち砂ぼこりが違うのクワーッこけたの、おかしい、違う、あった、もうギター抱えながら、何それや、うちのパーマが悪いんか当てすぎたパーマが悪いんかどういうことやねん、今日は激しいな、朝からじゃあ始めっから、パーマはティナーや、違う、絶対あのあれやで、福袋も絶対旅行行くっつったらちょっと美容院行ってこうかなとか絶対思うやん。そうやん、絶対思うやん、環境変わった絶対美容院あ、でも、うそー、やりそう、やりそう、じゃあ俺東京とかさ、うん、その都市に行くにあったらまだわかるよ、え、東京行くときにちょっと美容院行く、いや行かへん、もう今は行かないですけど、もしかしたらね、その気持ちはわからんでもないわいな、ちょっとおのぼりさんな感じ、ちょっとおしゃれしておこうかな、うん、言うても島やろ、島って、あ、よっ、あ、島をバカにしちゃいけないよ、それは、なんかあれ島、あんたどこの人、島をバカにしちゃいけないよ、バカにはしませんよ、バカにはしませんけど、バカにはしませんけどさ、そんなだってこんなパンを当ててるといいんやろ、島ちょっと夏はさ、チャゲアスと、あ、言うたチャゲアスあの、アイランドの歌あったやんか、夏ココーナー、あの人もチリチリやったやんか、チャゲか、え、チャゲやからな、え、チャゲ狙い、違う、なんか話を流れていくと2人のアイランド的な感じ、ちょっと島に行くぞ、2人のアイランドだ、じゃあチャゲにしようって思ったっていう流れになってんじゃん、男になってるやんか、チャゲのどっちか言ったら大都会やで、え、ちょ待って、クリスタルキングキングもチャゲも男やんか、でもあの島より大都会、おいおいおいになってる、ちょおかしいやん、いや、あの、あるやんか、旅行のマッドマックス出てなかったと思う、全部そっち持ってきたいの、今日出てた、出てたやっぱね、すぐ殺されるっぽいよね、でも、洋画も邦画もないやんかもマッドマックス、何それだって、チャリやで、名前あ、邦画や、マッドマックスやで、チャリはやっぱ、マッドマックス、でもクリスタルゲームも出てるのかやんか、そうや、クリキンも出れるわ、クリキンクリキンも出れるわ、クリカみたいやな、そう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 、いやーよかった、歌う気なくすと思うで、どっちがどっちが、クリキンが、あ、クリキンがかい、さあ歌ってもらいましょうクリキンのお二人でとか言ったらもうそれはもう歌う気なくすと思う、そんなんで、それまあ50キロを、そう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 、朝から爆走したわけですよ、爆走したんですよ、爆走したの、そんな、あんたな、もうこの年になってな、うん、ママチャリで50キロってな、いや、ちょっと難しい、叫びながらやもん、違う、違う、言うねん、目的が、目的は、なんか合手するってやつやね、そうそう、ユリア、ユリアおかしいやんか、ユリアをもっとスタイリッシュにこう、サイクリングやねん、スタイリッシュちゃうやろ、何がママチャリやのに、いや、うん、デコママチャリやろ、え、デコないのデコなの、あの、炎みたいな、違う、いやおかしい、通られへんわ、なんかここになんか花ピーつけてもうどんどん違うことなってる、もう海が汚れるから、友達いっぱい違う、
違うから、あのメンバーみんなで、会社の同僚と行ったんですよ、仕事仲間とね。あ、そうなの？何人ぐらいで行ったの？10人。おい、たくさん行ったね。行ったよ、もう。だからね、まあ、帰ってきたのが今日の朝やん。もうアホやわな。ちょっと待って、朝考えるダニーや。捨てて仕事行ったんでしょ。いや言うてん、だから金曜日の夜に出発して、土曜日に50キロママチャリで行って、日曜日はほっこり坊ちゃんの道後温泉に入って、フェリーで、まだフェリー、そうそう、フェリーで今日の朝6時10分に着いた。ほんで仕事行って、行ったん、行くよ。フェリーの中でちゃんと寝れた？寝てないね。どんな10人で行ったら寝れへんでしょうに。ねえ、なんかそれで悩ったらちょっと飲んでたりするんでしょ。でもだって打ち上げやん。なんの？もうなんかこう達成感。なんのよ。え？なんのよ。ティナパーマの海違う、もう。え、パーマのな？違う。海越えた。こすった。ちょっと何？あんたらちょっとうちが海から戻ってきたらなんか。何だ、僕らはそんなね仕事やったから、うん、行けないからさ、やっぱりそんな、だからそんなこと言うてるうちにな、夏は終わんねん。夏推しだよね。夏推し、夏って、夏とこ夏、うん、チャゲだった。チャゲの髪型だから。違う、チャゲ狙いじゃないから。俺ら別にチャゲ狙いじゃないもん。チャゲ狙いじゃない。チャゲ狙いしたらハゲんで、キッケだ。こらもう、なんでチャゲ狙いになったかよく分からない。違う、狙ってないの。ないの。ティナ狙いじゃなかった。ティナ狙いじゃなくてチャゲ狙い。チャゲ狙いか。夏は、夏で海って言ったらちょっとクリックした。違うもう。それ歌やから。夏で海って言ったらクリってしたなったん。すごいね。クリってしたくなるやん。なるの？え？なるやん。いや、あんまりちょっと思ったこと。だってクリってしたら海入ったらもうクリクリクリってなるやんな。なるほどなるほど。あ、海入った。入るよ。海入ったん？入るんかい。入るよ。だって海やで。海が呼んでんね。まだ呼んでんの？海呼んでたら怖いから逆に行かん方がいい気がするけどね。何も引っ張られるよ。ストラも引きずり込まれそう。違う、もうそれ、はい、なんかおることになってるやん。海が呼んでんのじゃ、なんか霊とかカッパとかが言う。違う、もうカッパってなんやねん。それ川やんか、もう。あ、そうか。カッパは川か。ちょっとおじさんとおばさん、ちょっと先に行かないで。ちょっとなんか先に行かれたなと思って、なんかちょっと偉い話になってきたなと思って、ちょっと、いや、いいけど、日本昔話みたいな話してもいいけど、なんかちょっとなんかおじさんとおばさんの会話だったでしょ今一瞬。そんな変わらへんやん。いやいやいや、なんかちょっと先に行かれたなって気がした今ちょっと。大丈夫、ちょっとギリギリ。なんかもう、なんかそう、突然白黒になったもん、なんか世界が、まあ、目の前の世界が。市原悦子さん出てきた。そう、出てきた。怖いわ、もう。いや、もうね、全然休んでへんやん。おかわりください。いや、もうこの達成感が今何社か何で達成やどれが一番達成感。いや、だからまず仕事を休んでないね。ああ、なるほど。金曜日も休んでないし、月曜日も休んでない。この達成感からの、どこの達成感、50キロのママチャリもあり、それはすげえな。海も入り、温泉も入り、いろいろ達成していったんですよ。なるほどなるほどなるほど。もうね、会社のその10人のメンバーここおったらもう同じぐらいのテンションになってる、なってる。だってやっぱりいつもと違うもんね、やっぱりね。旅行行くことでそんなになるんだね。メッセージは来てる？いや、何も。オッケー。ちょっと今寂しかった。ごめんごめん、そろそろかなと思ったんだけど。わかるわかる。一緒に行った会社の方々にはチナターナって言われなかった？言われて、もうなんか一緒にこう高揚感があって、みんなこう盛り上がってる感じやで。え、みんな同じ髪型で行ったんですか？違う、おかしいやん。え、みんなチャゲそうやん。そうそうそう、みんな違うわ。誰か一人でもアスカおらんかいっちゅう。違うわ。見ようによってアスカやけどね。なんでそこから離れへんの、もう。じゃあ、だけどあれじゃあ、やっぱほら旅行とかスキーとか行ったらさ、ちょっとなんか似合ってるように見えるって言うじゃない、服とかもスキーウェアとかさ、あー、ね、水着とか。だからとパーマもティナやけど、やっぱ盛り上がってたんじゃない、みんな一緒に海でね。海には出たんやと。ちょっと大阪はね、大阪はもう庶民的な街やから、こう日常に帰ってきたらちょっと浮いてるっていうの、海外から帰ってきた人がちょっと
派手になってる感じ。だけど勝手なイメージやけど、みんな初めは違ったかもしれないけど、帰りにはみんな同じ髪型で帰ってきてるみたいな雰囲気だよね。わかるわかる。え、そんなディスられる感じ？ディスってない。褒めてる、褒めてる、褒めてる、褒めてるよ。ティナターナスーパースターやで。ティナターナ全然そんな響き。ティナターナをスーパースターって表現するのも、ちょっと待って、ティナターナはスーパースターやん。ディスコサウンドとかやってましたからね。ディスコサウンド、ロックよ、ロックよ。いや、ディスコだったよ。あ、昔は、まあ、いいや。ロックよ。ロックか。じゃあ、ソウルじゃない？ティナターナ。まあ、そっか、そっちやな。まあ、ソウル、そう。そうよ。ティナターナ。ティナターナ見えてきたわ。完全にティナ、ティナ扱いやな。ティナ、だからスーパースターでやめて、そんな失礼な言い方。いやいや。ティナ扱いでねえね。ティナ、すごいよ。いや、すごいけど、なんかディスってるようにしか聞こえへんから。大丈夫？それ。だいぶすごいやん、テンション。けど初めてやろね、ティナターナとチャゲを結びつけたっていうのはね。そうやな、うちも初めて聞いたもん。そうでしょ、ティナターナとチャゲをまさか同一で語るなんて。髪型とその島がこうつながったアイランド。しかも四国の島の海街道って。そうそうそう、島の海街道ね。いいないいな、いいわ、羨ましい。雨とか降らんかった？あのね、超晴れ女やね、うちが。あ、そうなん。もうね、台風来てたやんか。来てたよ。9号、10号、11号が、うん、先週ぐらいはね、大雨やってん、うん、雨マークやってん、うん、どんどん晴れてきてたね。いやおい、だからちょっともう台風来るから思って、外出かけるのやめたもん、予定を。いやもう全然、ずっと晴れてたね。カンカン照りやったもん、カンカン照りやったね。もうね、天も味方してくれたね。いやもう最高やった。楽しかった。いや旅は最高やね。それはもう一人旅であろうが、まあ、人と一緒に行こうが、もう旅がもう本当に楽しい。そうそう、もう引き、どうせ引きこもりには分かれへん。引きこもりなんですか。いや、そんなもんないよ。なんもないけど、まあそうね、どっちかずっと行かない。足が冷たくなってきた。急速時間張ってるじゃん。え、急速時間張ってるの？そうそう、あの世界初急速時間を張りながらのユーストです今。ユーストって何？いや、分からない。ユーストって何？ユーストって何？言うてへんやんけ、そんな話。まあ、言うたやんか、はっきり。言うてへんやろ、お前。こっち見ろ。言うてへん。そんなことは。誰や？なんで切れんの？誰がそんなこと言うてん？なんで切れんの？ここはバーやぞ、バーやろ。なんか、あの、知り合いの人来てないの？今日は。今日はまあまあ、何人かいらっしゃってますけど、うん、誰も特に会話に口を。ああ、そうだ、入ってないの。今日はね、また崎山さんがちょっとへこんだやんか。、なんか見切り発車的な感じの寂しい感じになってるよね。え、それうちのせいなんかな。いや、そんなもんだよ。なよ。そんなわけないやん。このパーマのせい。いやいや、パーマいいよ、いいよ、いいよ。あ、そう。パーマいいよ、うん、パーマいいよ、うん、いいよね。そうか、いや楽しそうやな、いいな、旅行。いいね、ね、行かないんですか、旅行とか。僕はまあ普段は一人ではもう全然行かないですけど、うん、誰かと行くのは全然抵抗なく行きますけどね。でももう行ってないですね、何年も。あ、何年もですか。行ってないですね、旅行は。え、そんな行く？僕は年に1回はあの昔からの仲間と必ず2泊3日でキャンプに出かける。うわ、キャンプもいいよね。キャンプもいい。この時期はもうだから僕はあの今までの人生でお盆働いたことないんです。ずっとそのキャンプ行ってるから、22ぐらいからずっと十数年ずっと行ってるから。いい、そういうのいいね。ええな。テント、テント。そうです、テント張って、まあ毎回大体14、15人ぐらいで行って。テント何個ぐらい建てんの？テントまあ最低2つで、多かったら3つですね。で10人入る？はい、あの何人かはそのまま野外で寝るんで。ああ、まあ、だから女の子らは入れるように女の子らが入れるテントと、であとまあまあ男メンツも一応中で寝たいやつ用。ああ、うん、いいねいいね。いいね。うちもテント持ってる。ですよ。いいよね。テントってさ、いつからかさ、うん、形が変わったよね。うん、そうだよね。三角だったよ。三角だったよね。三角だよ。三角だったよ。三角は今ちょっと流行りのやつやろ。え？え？あのティピーみたいな。三角錐やで。昔は小さかったよ。支柱が四角錐、四角錐ちっちゃいね。ちっちゃかったよね。4人寝たらいっぱいいっぱいよ。そうだから昔は支柱がまっすぐじゃないとダメだったじゃないですか、あの鉄の棒がテントの。ほうほうほう。で今は結構まああれは素材は何かわからないですけど曲がるんですよ。
だから真ん中にバッテンで支柱を立てて、それがあのしなって曲がるから、ああそう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 、それ持ってる、あごめん、それ持ってるもん、だから昔おっしゃってたような三角形とか支柱錐とかのやつは直線だからこういう風な形になってる、なってるなってるなってるですけど、今のやつは曲がるんで、それで、で曲がる分こう丸くなるから上の空間が広がるんですよね。あ、なんかさ、なんかテレビで見てたらさ、なんかキュ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 ポンってやったらボンみたいな。ああ、わかる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 、ありますあります、ビョンみたいなやつ、ボンって立つみたいな。ああ、わかる。それはでも小さいやつしかできないですけどね。2人ぐらいしか入れない小型でそういうテントもありますね。あの海とかのやつやんな、海とか遊びに行く時のな。もうちょいこうなんか布が丈夫な板とかやったら普通にテントとしてあれでも使えるやつもありますけどね。いやでもテントいいよね。テントとかで確かに久しぶりに泊まってみたい気がするな。何人ぐらい入れるの、大きいテント。大きいテント、それこそめちゃめちゃでっかいやつやったら、あの10人入りのテント。平均して大体 4,5 人用ぐらいのやつが一番一般的な大きさだと思います。10人用建てるんやったらテント2つのが楽よね。うん、組み立てるのがね。そうそうそう、いいよ。あんまり乗り気じゃない。そんなことない、そんなにアウトドアか、そんなことないのよ。いや僕ね、アウトドア大好きっ子だったんですよ、小学校。島国やもんね、小学校というか、もう行きその場がアウトドアだったんで、田舎だったから。いやいいよ、こう自然に触れ合うのはね。いや、わかる、それはね、とってもいいと思いますよ。僕も昨日あのちょっと朝から海行ってバーベキューしましたから、バーベキューね、夏の醍醐味いいですよ。みんな遊びに行ってやがるんだよね。あ、そう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 、三河久田さんね、なんか昨日だったっけ、みんな仕事終わりで誰か誘おうかなと思ったら、みんな遊びに行ってるからさ。みんなツイートでなんか海の映像だったり、なんか船の上だったりとかなんかやってて、あ、もうこの時期ね、そうそうそう、誰も大阪におらんようになるからね。ちょっとね、なかなかの孤独さっぷりです。孤島に、陸の孤島にいましたよ。なるね、なる。宮古島という名の、宮古島という名の。でも来週からは夏休みとかに入るから、そうなってからの方がこうみんな遊びに行くの本番じゃないですか。だからそうなってからだったら混雑するかなと思って、昨日のうちに。そう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 、今がねちょうどいい時期でね。いやーよかったよ。そんな予定ないんですか。ないです、引きこもってしまったね。いや夏はほらイベントがね多いから、お仕事がねちょっとあるんですよね。何がイベントの、何が、え、仕事が、仕事が、何が、何で私が仕事をしつつと、なんか不思議なんですか、ね、そういう会社に何が、そうそう、何があるのかな。いやほら、あの広告のほら仕事をしないと、イベントやったら広告関係、広告関係ですと、あ、そう、印刷とかして、あ、そうやったっけ、そうですよ、銀行じゃなかった、銀行じゃないですよ、銀行じゃなかったよね。あれ、銀行じゃなかった、俺銀行員みたいな話聞いた気がする、なんか金融関係の話してた、金融関係やった、あれ金融関係やったわ、え、あの転職、あのなんか今出向してんのね、一旦止めますか。何を一旦ちゃんと会議しますか。いやいや、何をよ、ちょっとだいぶブレそうやから一旦見ますか。今出向してるんです、出向してイベント会社に行ってるんですよ。え、まあ、銀行から、そうですそうです、あるでしょそういうの、銀行から出向して、イベント会社に、イベント会社、なんか目力強いけど大丈夫。大丈夫大丈夫、一旦止めますかやっぱり。何を止める、いや、なんかわかんないです、うん、だから最近僕ほら服装変わってるでしょ、なんかね、あ、だいぶラフになってきました。そうでしょ、だからイベント会社だから、ずっと会社休んでんねやもん。違いますよそれ。なんかいろいろあって聞きにくい、なんかね、聞きにくいよね、聞きにくかった、なんか、あ、そうです、そんな飲んでばっかりで大丈夫ですかと思って、そんな思ってたん、なんかあんのかな、いや違う違う、もうちょっと業界人の真似事をしてるんですよ今は。あ、そう、そうです、まあ戻りますけどね、また銀行にね、はい、なんか背中に、じゃあ今どんな感じの仕事してはるんですか。イベント関係の仕事やけど、うん、まあまあその企画したり、それの宣伝広報をしたりしてるんですけどね。おー、うん、そうそう、だから今企画してるの何なんですか。え、今近々何かあるんですか。近々子供賞、子供賞、子供賞の企画をやってます。いろいろ子供、どんなやりはるんですか。なんか動物がいっぱい出てくる、本当の、
本当は怖いからやめとく。本当は出ない。本当は怖いやん、そんな。本当は出ない。生ものはあかんや、もうご飯とご飯。それムツゴロウさん的な感じ。そうそうそう。ダメダメ、動いたい。動物生ものって言うんですか。生きてるのダメ。生ものひどいよね。一旦殺した後の言い方じゃないですか、生ものって。じゃあ生きてるのダメダメ。生きてるの。オブジェを作ったりね、動物の。みんなで子供を集めてこう作ってわ子供を集めて、うん、子供を集めてなんかちょっとやらしい感じでマイクランドみたいになってない。大丈夫大丈夫です大丈夫大丈夫、ネバーランドみたいになってない。若干ネバーランド色強いなと思って。そんなんじゃない、そうまだムツゴロウさんの方がマシやわそれやったら。いやもう全部のキーワードがなんかそういう方向にしか聞こえへんくなってる。あかんわ。いや大丈夫です、うん、そうなんですよ。だからね土日とか夏休みの仕事やから旅行とか行けないです。あーそう、そのうちも役者やるとか言い出すんちゃう。役者そんなのやらないでしょ。あんなもうアホなやることですわ。あんなアホなやることですよ。もう見ててもう近くで見てて分かる。ちょっともうカメラちゃいますさ。前見て言ってくださいよ。あんなもうアホなやること。あんなアホなやることです。主役とかやってそうや。やらないでしょ。あんなねその仕事からね近くで見るとね、もうみんなもう頭おかしいよ。マジなんでこんなことするんだろうな。で出る方は出る方は青ちゃんか。青ちゃんか。でもその会社でやってらっしゃるショーに自分が出るとかっていうのもまたないですよ。あるわけないじゃないですか。もう使ってる側ですよね。そうですよ、もう、うん、やりなさいよみたいな。出る人はあ出たいんでしょ。そう出たい、出たい方のアホなんでしょ。そうそう。じゃあ出ればいいじゃない。そう出なさいよ、出なさいよ、うん、アホなんでしょ、出なさいよ。出たがり、うん、ちょっと待って、アホ別にそこまで強調してないんだけど、まあまあでもまあまああの出たいんだったら出たなみたいな、いいよ、because アホなんでしょ。横文字だね、横文字だね。あそうそうです、もうアホばっかりですよ。アホ あっちのお客さんに言ったってください。ねえ、もう旅行は行かないんですか。旅行、いや行きたいけどね、だってねもう時間とお金がね。まあ今年はもう行かへんの。いやいや今年っていう枠で言うたらあ冬までのね。いや夏です、だって夏推しじゃないですか。夏、いやうちは四季を感じたい。何を言ってるんだ。どうした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 。いやいやいや、どうした、ね、アンテナかこれは。いやちょっと待って、これはアンテナか。全部ここか。もう違う、四季を感じたいって言うたから。感じたいとかもやめてくださいよ。もう春は春、夏は夏。え、じゃあ春はどっかに行きはったんですか。春は花見行きました。じゃあ次秋はあれですか。あの秋はあのもみじ紅葉でね。冬はじゃあ鎌倉作りますか。なんで聞き出してんの。自分の意思はどこにいったんや。うまや、どうしたどうした。それでもあの鎌倉作るのだけ急にハードル高いですよ。そこまでの高専使いもかと。他は割と近場でなんとかありますけど。冬意外となんかスキーとかはしないの。スキーはね、スノボはやった。スノボやった、さすがやね。スキーはね、さすが崎山さんは。崎山さん基本ヤンキーやから、ヤンキーだからね。ヤンキーだから、ヤンキーでやることは大体ヤンキーやってるよな。何、スキーとスノボはそんなに違うの、人種が。まあまあ違いますよ、やっぱりスノボは。スキーはそんなになんかお嬢的な感じ。お嬢じゃないけど、まあ一般人がやりますよね。え、スノボはもうやさぐれてる。もうタトゥー入ってますよ。おかしい。スノボをやる人はタトゥー入ってますよ。おかしい。オリンピックにもなってるやん。あいつ絶対タトゥー入ってるよね、あれ入ってるよね。あんな絶対入ってるよ、あんな入ってるよ。こら何がよ。こらもう、いや悪いことじゃないやん別に。ヨウ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 言ってると思う。日本代表の子とか未成年ですからね。あ、そっか。けどそう、未成年はタトゥー入れちゃいけないって条例はないだろ。いや、あると思います。あると思います。未成年育成法とかその辺で。タトゥーは何歳からね。え、ちょっと待って、タトゥー前提になってるやんか。ないこと、まあないんじゃないかもわかんないですけど。ちょっとスノボやろ、スノボやろ。さっき山さんもだってそれ以上薄着になれないじゃないですか。違うやん、そうやん、そうやん、おかしいやん。銭湯に入られへんのか。違う、ない、ない。道後温泉は使って平気やった。使ってた、もう水着着てたんでしょ。全然大丈夫やから、なんもないから。チャゲ、入浴禁止。なんでそんなダサいの。パーマ入浴禁止みたいな。多分その将来は見越して見えづらい場所に。違う。見えづらい場所って。
内ももと。もうやめといたら、それやったら。なんだろうそれ、見えないところにするとか。言い張るよけど。あ、ほんま。言い張るよ。なんかいざという時にあみたいな、そういうことかな。そういうことなんじゃない。あら。そんな地味なところに。いやもうそのえそんな地味なところ。だからあの人しか知らないとかそういうことじゃない。そんな地味なところ。なんで地味なところ。いやけど地味地味かどうかわからない。どうかまた微妙え。俺から見たらそこそこ派手なところやなと思いますよ。でもどこよどこよ。地味やけどそこそこ派手なところとか。ああ、こことかいるよね、なんか。うん、そうそうそう。いや、ね、え、そのデザイン的にはどんな感じなの。デザイン的な。バラとかじゃん。バラなの。まあ僕は目が悪いんでそういう時は何も見えてないんです。すみません。そうか言ってたよ。僕は何も見えてないんです。もうまた乳首取れた話になるやんか。あ、そういう時に見つけたってこと。あ、なんかあるみたいな。違う違う違う、話には聞いてるけど。あ、実際そうなった時は見えへん。もう見えへんやんか。だってだってメガネ外しはるって言ってたやん。あるんやろうなーっていうぐらいですよ。ちゃんと見えてたことがないって言ってた。すごいよ、女性の乳首もちゃんと見たことがない。すごい、取れるのは知ってんのに見たことはないんだ。乳首取れるのは男性ね。女性は取れない。いやいや、分かんない。もうまたその話。俺が聞いたのは男性の話じゃん。じゃあ取れた人のそのものを一回持ってきや、ここに。それはめはったやろ。はめたの。はめれるのに。いや違うって。でまた生えてきたりする。ダブルやん。アイスクリームみたいなのやん。ダブル。あ、お前ハーゲンダッツみたいな。サーティワンみたいなのあるやん。え、でもトゥートーンになってるって言ってたやん。そうで、トゥートーンになるでしょうね。だから部分と1個新しいなるもんね。だって秋山さんよう覚えてんな、うん、トゥートーン。もう衝撃的やったもん、その告白とか。もう乳首の話ええんちゃう。もういいわ。もうええじゃん。だから竹山さんはそういったまあちょっとヤンキーが通ってきたみたいだいたい通ってるっていうことよ。だいたい通ってきますよと。え、スノボはそういう流れになってんの。あ、でもスノボをやってる人の方がちょっとこうやんちゃな人っていうイメージはある。イメージあるでしょ。いや、全部が全部じゃないんですけど。で、スノボをやってる最中になんか一人の男を取り合ったりするそういうのはあるんですよ、やっぱり。でも結構その滑ってる時に滑ってる時に。あ、滑ってる時なんだ。滑ってる時の回想シーンで。回想シーン。どういうこと。こう妄想になってるの。妄想だったり、なんかあの滑り始めるやん、うん、3人で滑り始め、結構早いね、結構早い。始めてからその滑ってる最中にあの恋愛があるんですよ、ここら辺で。これ、ね、近くなったりこう離れたりっていう時にってこと。別口でってこと。そうそう、あの滑る前までのシーンが流れるんですよ。あー、なるほどなるほど。それ思い出したら滑ってるみたいな。滑りに行くでしょ。滑りに行くって言うじゃないですか、うん、世の中の人たちは、うん、滑りに行くってことはほら止まるんでしょ、やっぱり止まっちゃうんでしょ。どういうたち止まっちゃうんでしょ。僕やったことないから。え、だって大阪じゃ滑れないじゃないですか。あー、吐くね、吐くでしょ。ステイね。あー、止まるんですか。そうそう、はいはい、それは止まりますよ。せいせいってやつですよ。え、何ごめん、俺だけが楽しい状態になってるよ。せっってやつですよ、ワイヤー。それ何、今の全然わからん。やばいや、まあ、ステイするじゃないですか。ステイしますよ。だからってことはほら夜に物語があって一回ステイした後の昼に滑ってるんですよ、2人、3人。ああ、なるほどなるほどなるほど。前の日止まってると。そうそう、その前の日までの情景を滑ってる最中に。あ、なるほど。こっちでこっちが分かんないよ、ね、今一生懸命な整理をしてんねんけど。何がいいな、これがこっちか。あるやん、もこれが分かれへんねん。ナイトライフのこと。右やないか、こっちは。ああ、こっちが左やろ、お前。何言うとんの。英語にしたのが間違いやと思って今な。あんたが悪いわ、それ。そうやな、ちょっと下ネタに持って行きたがってたやん、今。下ネタやったの。腰がってたやん、今。腰がってないよ、なんか。それ違う、うん、こっち右やん。ナイトライフで言うたのに、この人ライトに聞こえてない。ナイトライフで意味わからん英語になってるやん。ナイトライフ、ライト、ナイトライフや。ライトライフって何やん。右の、じゃあ右の何があるの。だからじゃあ映像の作り方としてよ。え、ワイプ、ワイプじゃない、ワイプ。あ、あの、何もいいわ。ちょっとリズムが狂ったからしまったと思った。まあいいや、じゃあ、あの滑るやんか。3人滑り出しました。出しました。でシュッてなったら次前の夜の
映像が映るんですよ、うん、こうそうそうインサートされるんです、インサートされるんですね、それで、はい、なんかそのいざこざがあったんやけど滑ってる、滑ってる、その時はこうで、いざ1エピソードあるごとになんか誰かがシュッシュッってなるんだ、1エピソードあるごとに誰かシュッって言ってたどり着いた時にはその恋愛が完結してる、ね、え下で下であらそういう映画を撮ろう、あるでしょもうそんな絶対あるよね、絶対あるよね、はい、っていうことやってたんでしょ、やってへんわ、やってないんですかおかしいやろ、なんやろそのワイプとかタトゥー、ワイプ、タトゥー、スノボ、パーマ、パーマ、もうそら、モーラ、モーラ、モーラ、全部ここに結びつけようとして、うん、あとバンドバンド、あ、バンド、バンドはしてたね、オートバイね、オートバイ、うん、ね、じゃあバンドしてたんやね、バンド、いやバンドはするでしょね、ボンジョビとか流行ってたしわーボンジョビやまたそこ行っちゃう、いやいや、え、ボンジョビ最高やん、いや、ちょ待って、えジョン・ボンジョビでしたっけ、ジョン・ボンジョビやで、ジョン・ボンジョビですね、うん、最高じゃない、いいですよ、いいよね、俺ボンジョビ大好きやね、うん、ボンジョビ、俺もマジャーが好きかないや宮久田さんはね、ボンジョビとか全然あかんタイプ、うん、僕ね、正直ね、ボンジョビとか聞いてたやつ死んでしまえばいいと思う、ボンジョビとかビーズとかも全然あかんでしょそうです ね, ね、でもボンジョビとビーズはすごい結びつけやな、え、なんで日本のビーズ、アメリカのボンジョビじゃないですか、いや俺見て言われても、俺二人とも聞いてないし、二つとも聞いてないし、うん、いや、そらもうメジャードで言うたら、ロックはじゃあ割とダメなことですか昔ね、ダメでした、え、じゃあ他ボンジョビ以外、例えばエアロスミスとか、ああ全然全然ダメなんですか、でもちゃんと聞いてない、おニルバーナをかる、かろうじて聞いてたかなぐらいかな、ニルバーナか、フーファイターズね、うん、そう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 、はい、じゃあもうそれこそカルチャークラブとか嫌やな、全然わかんない、じゃあでも逆にあっちのポップラ方がいいんじゃない、あっちはそれはいいんや、デュランデュランとか、ああけど、うん、そんな好きじゃないけど、そこまでいたか、あ違うんや、その頃はもうテクノばっかり聴いてたから、なんもうティナターナとか全然あかんやん、ティナターナだから、ティナターナの初期はね、あのジョルジオ・モロガーって人がね、うん、プロデュースしててね、それはちょっとテクノっぽいんですよ、うん、あそうなの、へえブライアン・アダムスとあのデュエットしてたんよ、あそうなんや、ティナターナロックえ今からちょっとそのオサワーのロックの話を見てみるけどオサワーのロックとかいかなんなかなんなってかなんなオサワーのロックってかなんなって言ってるのがオサワーやんかもう今日なんか崩壊してるでなんか仕事詰めすぎちゃうか僕はね僕は全然大丈夫やけどいやもうちょっとゆっくり休んで旅行でも行って行きたいわ行きたいわ行きたいっていう福袋さんはどこに行きたいですか、はい、行くとしたらそう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 行くとしたらですかねやっぱ温泉行きたいですねやっぱりだから道後温泉行ったってすごい羨ましいですよ、うん、えそれほんまに行きたいと思ってた思ってたよあそう思ってるよちょっと疑われてるってもうどういうこといやいやいやなんかもう全然旅行に興味ない感じじゃあじゃあだから何回も言ってません僕は旅行というよりもみんなとワイワイ行くのが好きやっていうだけであ一人旅は嫌い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 一人で行ってもだって共有できないじゃないですか楽しみをあそうですよ結構ね腰軽いですよこの人そうだよね、うん、俺すごいよフットワーク今の方がフットワークが軽いっていう表現ですか？まんよし、オッケー。いやだってねこの前あの、うん、ちょっと仕事で東京に行くことがあってね、うん、で行くことがあってで東京の知り合いと一緒に飲むんですけどどうですかって話をしたら、うん、マジで悩んでたもん。軽いね軽いでしょ俺用事その飲み会しかないのよ行ってもそうそうすぐ帰ってこなかったわけそうそうそうそれでもね悩んでたぐらいだからこの人あれ1日ずれてた行ってたもんほら怖いこの人もうだってこの間もなんか三賀久田さんがね夜なんか飲みそうそうカラオケ飲みがカラオケやったカラオケカラオケなんかもうほとんどパジャマ着が出たのに9時よ、お前あれそう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 パジャマ着てもドラマ見て寝ようって俺は何なんかもう寂しいよ寂しいんやろうな寂しいんやろうな寂しいんやと思う、うん、寂しいんやと思うもうほんま9時に電話受けても9時10分には電車乗ってたからね俺パジャマ着とったのにほんで10時半にはもう俺家帰ってたからね家に向かって帰ってたなんかこういうもの買ったな何かこういうもの買ったわかるわかる、うん、ぬるぬるしたもの買ったらいいんちゃうぬるぬる
え、今してなかったなんか表現がなんかぬるぬるしてそうやったちょっと適当に乗っかかったんやけど、どう考えても今ふわふわしてる。あ、ふわふわちょっともう一回やってみて、こうぬるぬるしてるぬるぬるしてるなと思って、ぬるぬるした丸いもんやなと思ってスライム的な感じ、なんかぬるぬるぬる、なんかこういう感じ。あ、そう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 、そういうのどう。ぬるぬるしてなかったらいいけど、うん、ふわふわしてたら買いたい。買いや、買ったらええんちゃうもん。買ったら余計外出えへんよ。もうそんなカラオケとか行かへん。9時に電話かかっていたって、そんなもう今もいいよ。獣がいるから小さい獣がいるから何やねん、獣が待ってるから、まあ、家族だからね、獣とかじゃないですから、ね、いや獣や野生がいるからみたいな野生じゃないよ、家で凍ってたら。もうあいつら外出たって何にもできへんねん、まあ、その割にはあいつら呼ばわりですけどいやいやもうほんま、いやでもほんま羨ましかった、ま、いやまあすみません、お代わりください。はい、楽しまないと。あ、いや、まだいけるな、はい、楽しまないと、はい、あ、ちょっと別なものに。あ、はい、すみません、はい、うちもはい、いや買うペット買うってないな。ペット買うのはあんまりないの。な、いやいや、ない、ないっていうか、だからその旅行とか行った時ほったらかしなの。そうやねん、かわいそうやねん、そうやねん、うん、だから足止めは食うよね。まあ確かにね、うん、ヤンキーはペットじゃないよね。ヤンキー違う。だけどヤンキー猫か。ヤンキーじゃない。猫こうてるな。猫こうてる。猫か犬かいだ猫。やっぱりね。いや違う違う、聞いてる。猫か犬かいだ。あ、僕は、うん、あ、僕は猫ですね。苦くださん、あんまり動物の話とか全然聞かないよね。僕けど実家ではすごかったですよ。何ヌルヌルしたやつ、もうヌルヌルしたやついっぱいいましたよ住みにくいよ、ま、マリモとか、あ、そんななんか犬とか、うん、ね、5匹ぐらい同時に飼ってました犬を、うん、マジで5匹ってすごいね。何系、雑種雑種、レトリバーレトリバー、あ、違う、雑種雑種、あのハスキーハスキーレトリバーみたいな。散歩だけでも大変じゃないですか。もうね、だからなんか犬牧場みたいになってました。懐、いてたん。うん、懐いてた。バカ、バカけどハスキー犬はバカやから。あ、ほんま。バカでしたよ。で、だから家の周りを柵で囲って、うん、そっから出れんくしてて、やってましたね。で、そうそう、レトリバーだけはゴールデンレトリバーだったんだけど、親父が拾ってきて、なんか帰ってる最中に見つけたらしくて、レトリバーおるわー言うて、え、まあ、そんなん、はい、その辺に捨てられてんの、それ入れ入れそれは捨てられてんちゃうんじゃん。いやいや、そう、なんか繋がれ、なんか、いやいや、それは知らんねんけど入れ入れ言うて、車で入れて、これパクってる、いや、でも警察届けたの、あの、迷子犬やったみたいで、で警察に届けて、それで、持っといてもらえますか、それか保健所に行くかどっちかなんですけどって言われて、いや、じゃあ持っとこわみたいな、それはあれやな。それで結局飼い主見つからずにそのままうちで、うーん、賢いですよゴールデンレトリバー。ああ、そうなの。もう全然話しがい余裕っていう感じ、もう何にも、じゃあ散歩行くぞみたいな感じで、もうここくる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 回ってますよ、なんかバリアみたいな。あ、ほんま、上でこうやって行ける。あ、どっか違うとこピャーッと勝手に行ったりしおらへんねん。しおらへん、絶対しおらへん。鶴犬もおるわけ、そのさっき言ってたあの、あ、だからハスキー犬とかはバカだから、もうつないでもう この状態です。あ、そうなんだ、うん、それで逃げたりするやんか、うん、それでわー追いかけてって、それで、うん、目の前に出てくるのよ、うん、ハスキー犬が楽しそうな顔して、で、お前動くなよ動くなよ動くなよって、うわーってやったら、うわーって言ってくる、遊んでもらえてるみたいになって、地獄やで、そうなったらハスキー犬に勝たなあかんからね。アホやな、ハスキー犬。アホやって。犬は違う。で、待ってるから、ね、走ってって。あ、待ってんの。待ってるよ。来い、早く来い、お前来い、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 早いで無理でしたー、言うて走っていきおるからね。へぇー。そんなん、そんなんだから、基本動物好きですよ。竹山さんはあんまり動物はないですね。
まあまあだからそのね、大阪でなかなか買えるとこ少ないだからね、大変やろうなって思って。そうやね、やっぱ生活がね、ちょっとね。まあでもそうやな、大変やな。市内で買うのは難しいよね。でも最近ほらなんかあのロボット的なあれやあるある、あれあれなんかすごいよね。返事とかするんでしょ。え、何何の話するあのロボット。ペッパー。あ、そうそうそう、それ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 。ソフトバンクがほら作ったロボット、こっちの言うたこと理解して返事するらしいよ。怖ー、怖いよ。だってシリもそうやんな。あ、そう、まあシリもまあそうか、まあそういうことか。ああいう感じなんでしょ。もうあのだって世界中の人が喋ったやつを全部一つのところに持ってって全部学習してるんでしょ、あれ。シリとかさ、どんどん賢くなってるのやつとか。そう、あ、そう、どうやって、あ、恐ろしくない？恐ろしいな。そう、まあ、あの掃除のほら床こうくるくる回ってるあれあるやん。何だっけ、あれ、ダンボじゃなくて、ダンボじゃなくてルンバ、ルンバ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 、ルンバ。いや、ずっとゾンビ、ゾンビ。違う違う、汚してる。違う、ゾンビじゃないと思う。汚れてる。おかしい、おかしい。いや、でもあれもそのうち喋るんちゃうかなと。ああ、喋りそう。あの子らはね、ロボットの走りみたいなもんやもんね。いや、ちょっとあの橋の方ちょっと気になるからやっといてとか言って、お前がせいやみたいな、うん、それは昨日やりました。ああ、ごめんごめんごめん、見てなかった。あ、ほんまや、綺麗や綺麗、ごめんごめん。逆にダメ出しされるね。そうされるみたいな、それはあると思う。そうなってきたらこう生もんとね、生もんと機械もんのまた、そうやね、そんなにもなってくるやん。なってくるわ。せやな、ルンバがご飯とか作り出したら怖いね。あの形で、あの形でなんか分からんけど、まあ、え、こう回ってるこの平べったい円盤のやつやな。あの中からご飯が出てくる。あ、食べる気せえへんね。え、何混ざってるか分からへんやん。いや、ものすごい賢くなってもって、うっかり、うん、もう中で作られてるんです。そうなんじゃない、この人がこう。でもルンバは、うん、あの僕らのことを思って、うん、最近あのご主人様は栄養が足りてないなとか思って、ルンバがもういろんなゴミをこうわーってゴミで、その中から栄養を抽出して。未来的だよね。そんなに食べて、ご主人様最近栄養が足りてないと思いましてって。ルンバがどうする、あんた、ルンバ食べるわ、食べる、食べなあかんよね。ルンバがそう言ってくれたら、それは佐藤せへんの。サトシはする、ルンバ、うん、いいね、そこまでせんの。うん、まあそこまで思ってんのやったらルンバにも名前つけてあげてほしい。猫に猫ついてるようなもん、ね、うん、そうやな、それなんか、うん、なんかなんとかちゃんって言うわな、そら、うん、じゃあもうペットショップみたいにルンバももうみんなこう動いてんや、うん、売り場で、うん、そうや、そうや、そう選ぶ感じになってくるんや。性格もあるんやわ、いろいろ。甘えたのルンバとか、ツンデレのルンバとか。ツンデレ、それ仕事的にはどうなんの。ツンデレのルンバと甘えたのルンバは、ねえ、あ、けど一応ちゃんとするんじゃない。ツンデレやで、ツンデレのルンバやで。あ、けど逆にちゃんとせえへん方がいいかなって思う人もいるかもしれない。でもゴミもあえてね、あえてゴミが、そうです、そこら辺に残ってて、そういうのじゃないでしょ。いや、ね、でもツンデレはやっといてあなたのためにやったんじゃないからねっていうのが。あー、なるほど。綺麗にしといて目の前でプッて出すと、吸い込んだもの、綺麗にしてくれてありがとうって言ったからペッてみたいなね。ややな、それ。ぐしゃーって、もうね、ぐしゃっと、いいや、いいやね。今日他にお客さん来てないの。いやいや、来てらっしゃいますけど、全然会話に参加しようとは。あ、そうなんや、人見知りやね。それ言うたびにテンション下がってるから。そうね。ほら、もう時間がさ、もう閉店、またほら、閉店言うでしょ、マスター。ちなみにもうあと5、6分で。もう、なんか最後ルンバ寂しいわ。ほんまやね。旅行の話
って終わったらいいんじゃないの、そのもっとこう盛り上がる、終わったらいいんじゃない、じゃあだそうね、みかんコーフレットもう一個いただいて、美味しいよね、いいよね、やっぱりね、四国は良かったよ、四国は良かった、大きかった、大きかった、何が陸が、あ、陸な、そんな大きないやん、せやな、今の陸に量が大きいもんな、大阪の人間に陸大きかったって言われたら、陸どうやった、陸、お陸な、うん、そうやな、立地条件どうやった、立地条件住むの平米とか聞かれんのかな、あ、でも俺ちょっと香川県なら住んでもいいな、なんで、え、香川県なんでもあったよ、香川県2、3度行ってるんだけど、うん、ここ最近何があんの、あのね、基本、ね、梅田とか南波にある、なんやろ、主要なブランドだったり、うん、主要なデパートとかは全部ある、うん、あ、おお、都会なんや、都会よ、何でもある、だから、それこそビレッジヴァンガードまであるし、うわ、香川にビレバンがあるある、あら、全然ある、だからね、あの四国でじゃあ一番栄えてるのは香川なのかな、あ、そうかも、いや、はっきりは言えないけど、え、一旦は徳島、愛媛、愛媛か、でもそれお話聞いてると香川県が栄えてるっぽいですね、うん、僕あの徳島は何回か行ったことありますけど、それこそあの徳島駅のところ、うん、そんなに栄えてはなかったですよ、まあ、大きいあの駅ビルがバーンってあって、うん、まあ、そこに一通りの赤は入ってますけど、でもそんな主要な有名なブランドとかが特にあるわけではないんで、香川県は何でも手に入る、というかね、岡山もそうだけど、岡山も基本岡山市で大阪で欲しがって手に入らないもの、大阪ぐらいちゃんと手に入る、でもさ、旅行にせっかく行ってんねんからさ、まあね、なんかどんどんね、栄えてきたらね、なんかちょっと旅行感がないやん、まあ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 住むならの話ね、まあまあ住むならね、最後でほらだって で近くに海があるんだよ、うん、海がねいいロケーションですね、でしょ、うん、そんな苦労せずにすぐ海あって、うまいね、うん、でも旅行は寂れうん、寂れてほしいな、まあ、旅行は寂れてほしい、愛媛行ったらいいや、愛媛、都会であってほしくはないですよ、そうそう、なんかゴミゴミしててほしくないな、あ、でちょっと行ったらすぐそうなるから、愛媛、愛媛だ、そうそう、あの中心地だけだから、ああ、そう、まあ、それは理想的ですよね、中心地に行ったら何でもあるけど、ちょっと離れるとすごい自然な感じ、キャンプとかね、海とかちょっと、うん、あ、まあ、でもそういうところに住んでてわざわざキャンプしようと思わないでしょ、そうやな、そうやわ、もう家がキャンプみたいなもんやな、そうかな、どういう、それは違う気がしたな、乱暴だよ、すごいね、乱暴やった、乱暴やわ、それは、そうか、いや、でも旅行はおすすめやで、まあみんなで行ってんのやったら楽しいやろな、いや、だってね、行ったメンバーもね、あの、まあ会社のメンバーやったけどね、ちょっとチャリをね、本気で、あの、買いたい、いいチャリを買いたいって言ってるメンバーもいてたからね、あ、それチャリが、うん、ちょっとあのネット検索したで、そこはバイクで走ろうとか思わなかったんですか、バイク違う、人力自分の足で、もうそんなあのモーターみたいなの使いたくない、もうなんかね、モーター乗るときはなんかこう違うね、違うねこうなんか自分の力で渡ったこうなんかね冒険心がねふつふつといいじゃないですか、こうなんかね機械の力を借りるのはよろしい、よくない、うん、よくないの、もうね、そうね、自然にもよくないよね、なるほど、そりゃそうだ、そうね、まあ一回船に乗ってるけどねあ、うん、船はもうよしとしようね。ないやん。そこはたどり着くまではまあしゃべらない。そんなおさまで。そこ私船にしたら会社行かれんや月曜日。そこだけはね、ちょっと。そうだね。そこだけはごめん、ごめんなさい。それは。今時そもそも人力の船で本州から四国へ渡ってるような船ないでしょ。そうだよね。流水な。それは大冒険だよね。いやでもそんぐらいね、あの自然に触れるっていうのはいいよね、はい、
やよかったよ、ちょっとあんたらも行きなさいよ。そうそう、だからまた行くときは誘ってください。そうよ、誘ってください。絶対行けへんやろ。そんなことないよ、こんだけ上。違う、そっちに乗ってうんって言ったの今。そんなことないよ。そうだよね、行くま、行くますよ。行くますよって何よ。行くますよって何よ。ね、行きますよ。わざと噛んだ感じ。そんなもんないです、うん、いやそうか、いいな、楽しそうやな。次どこ行きたいの。次、まあ今帰ってきてね、テンション高いまんまやからちょっとね、うん、次またこうほら旅欲っていうかさ、うん、旅に出たい感じが出てきた。まだ変わってくるね。あ、変わってくるんや、うん、すいません、もうそろそろお時間です。はい、申し訳ございません。わかりました。はい、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます、はい、マサ、じゃあこれ俺、はい、みかんゴムレットちょっと美味しいから食べて。 ありがとうございます。じゃあちょっと他の常連さんとも一緒に、うん、そうや、もうこれ、はい、うボロボロなんだけど、サイクリングマックも持ってきてんけどな。ちっともじゃあかんかったわ。あー、それ見せて。マサ見たちゃうねこれ。ニューヨーク、これがいいよ、これがいいわ。どこ見せんな、これ海でさ、自転車乗ってバキバキなってしまったからさ。あ、潮風で。潮風で。あー、いいね。本当にあんたたち旅行行きなさいよ。行きますよ、行きます。いや、本当いいからね、もうちょっと。じゃあ、マスター、おやすみなさい。どうもありがとうございました。ちょっと、2軒目はちょっとね、あの、それ、道後温泉ちょっと、あの、レクチャーするか。うん、ちょっとかかろうや、ほんまに。どうも、ありがとうございました。つけて、じゃあ、今日も。はい。